糸崎君雄です。哲学の限界という話をしようと思いますけども、ちょっとまたね更新から間が空いちゃいましたけども、まあ私自身が哲学の限界にぶち当たってね、それでちょっと、座礁していたんですけども、まあ、そもそも哲学というのはあらゆる学問の幹であると、そして、あらゆる学問は哲学を幹とするその枝葉であるというふうにして私は捉えてるんですね。ですから、まあ、美術とか芸術とか、そういうものもその哲学を幹とするその枝葉であるし、それとビジネスというものも、まあ、知的営みですからね、そうすると学問だということになるし、まあ、実際にその学問的な方法も取られているわけですよね。という意味では、ビジネス、哲学を幹とするその枝葉であるというふうにして言えるんですけども、その側面、それが一つの側面ですね。ところが物事には複数の側面があって、他の側面から見るとビジネスと哲学っていうのは全く別のものなんですよね。だからこのチャンネルで私が繰り返し言っているように、まあ、私はその哲学にのめり込んで、どんどんのめり込んでいったんですけども、一方ではビジネスには全然疎いままなんですよね。そしてその哲学という幹を迂回してそしてビジネス的、思考を身につけようと、ビジネス的な方法論を身につけようといろいろやってるんですけど、これがなかなか難しいんですけども、まあ、だからそのやっぱりビジネスのことを知れば知るほど、そのまあ、何にもまだ成功していないですけども、学問、哲学とは全然その思考形態とかね、あとその方法論とか、あとその対象物ですよね、そういうものが全く違うんですよ。で、逆に言うと哲学の限界というのはそこにあって、だから哲学の限界というのはぶっちゃけその金にならないというところが哲学の限界なんですよ。で、その意味で言うと、生きる上で役に立たないわけですね。だから一面から言うと哲学を学ぶと、生きるためになるわけですよ。だから生きることのためになるので、私も哲学にのめり込んでいったんですけども、もう一方で言うと哲学なんかいくら学んだところで、いくら極めたところで自分に哲学的思考ができるようになったとかね、哲学、難解な哲学も分かるようになったとか言っても、それはそうしたところで全くお金にならないし、その意味では生きる上で全く役に立たないと、哲学をいくら学んだからって金儲けの方法は分かるわけではない。で、金儲けの方法というのは哲学思考と、哲学的思考とは全く別なんだとね、そういう、ことになるわけですよね。で、そういうことで、まあ、私はぐるぐるいろいろと巡っていて、で、最近ようやく YouTube ショートというのを始めたんですよ。前に一回そのビジネス用のチャンネルを作ったんですけども、まあ、早々に挫折したんですけども、まあ、いろいろ考えた結果っていうかね、今 YouTube ショートっていう新しい、YouTube のあり方が、ここ1年ぐらいですかね、YouTube 自体もそれに力を入れて皆さんショートを投稿しましょうということで推奨してるので、やはりその YouTube ショート向けにコンテンツを作って、つまり1分未満の短い動画ですね、今ね15秒の動画を、いくつも作って、せっせと投稿してるんですけども、せっせとったって、まあ、始めてまだ3日目ぐらいなんでね、そんな大したことないんですけども、まあ、そうするとその普通の YouTube、 この今のこの長い YouTube、 この私のしゃべりもそうですけど、まあ、それとは全然その動きが違うというかね、反応がすごく早いんですよね。でとにかくその登録者に対するおすすめの仕方とか、そういうシステムそのものが YouTube ショートは普通の YouTube と全然違うので、まあ、動きが全然違うんですよね。で、初めて3日目で今登録者数が7人で、一番見られてる動画で、1300ぐらいあるんですね。
もうそれだけの数字が出てるんで、おっと思って、これはまあ、いけるかいけないかっていうのは分かんないですけども、でもその何ヶ月やっても登録者数0人で再生数もほとんどないようなYouTube よりも、普通の YouTube よりもまあやりやすいというかね、ということなんですよね。これがこの今やってる YouTube ショートの私のチャンネルが成功するかしないか分からないですけども、まあ、そっちの方に入れ込んでると、こっちの方でその哲学とかアートとかいう話をする風に頭が回らないんですね。全然脳みそが違うんですよ。でもまあそのやっぱり違いっていうものがだんだん分かってくるし、違いっていうのはだからその限界だということなんですね。哲学の限界ですね。哲学の領域が及ばない範囲というのは世の中には当たり前ですけど存在するというわけなんですよ。だから一つ言うと、その YouTube ショートっていうのはどういうものなのかっていうものに対して、その哲学的に考察をしてもしょうがないわけですよね。その対象が違うんですよ。だからその哲学っていうのは、まあ一般に言うと普遍的な問題を扱うわけですね。ですからその古代ギリシャの哲学であるとか、古代インド哲学であるとか、そういう紀元前の数千年以上前の哲学が現代の我々 の問題にもこう通じるものが十分あるというのは、哲学がその、まあ、普遍的な問題を扱っているからなんですけども、しかしその YouTube ショートの独特のシステムですね、そして独特の反応のあり方ですね、それともっと言うと YouTube ショートの向こう側にいる大衆の皆さんの反応の仕方ですね、それっていうのはその普遍的な問題とはちょっと違うんですね。で全く普遍性がないわけではないんですけども、だからこれはすごく独特のものがあるなというふうに思ったんですよ。だからそのまず実証主義なんですね。ビジネスの世界っていうのは全く実証主義なんですよ。だから金が儲かるか儲からないかどっちかなんですよね。まあ、理論とか方法論とかもへったくれもなくて、実際に金が儲かれば結果的にいいわけですよね。もっと言うと金が儲かり続ければいいわけですよね。それが実証主義なんですよ。でその実証主義というのは、その科学の実証主義とも違うんですよ。これが独特だなというふうにして思ったんですね。まあ、今更そんなことを分かってどうするんだっていう話もあるんですけども、だから科学の実証性というのは確実性があるわけですね。まあ、100% 確実かどうかっていうのはまた別の問題ですけども、例えばまあガソリン入れれば、ね、エンジンが動いて車が走るっていうのはその科学的な実証性としてあるわけですよね。科学としてそのガソリンを圧縮して点火すると爆発して、でそれを回転、運動に変えると、でそういう理論が実証されていることで、車が走ってるわけですよね。そして、まあ、ここにこうビニールハウスありますけども、そのなんかトマト栽培されてますけどね、トマトっていうのはそのビニールハウス作って温度を上げると、よく育つんだっていうことがこう実証されているわけですね。科学的実証なんですね。でこれが科学の実証性なんですけど、じゃあこのトマトたくさん作って本当にみんな買ってくれるのかどうかっていう、その実証性っていうのはビジネスの実証性なんですけども、それは科学の実証性とは違うんですよね。お客さんっていうのは気まぐれですからね。まあここで作ってるトマトは売れるんでしょうけども、だから私が作ってる YouTube ショートがこれからみんな見てくれるようになるのかならないのかっていうのは、その私自身がこれからいろいろ学ばなきゃいけないことの実証性にかかってくるんですけども、それが実証できるかできないかっていうのは、その科学の実証性とは全然違うんですよね。だからそのまあ、科学の限界というのもそこにあって、その何が売れて何が売れないかの実証は科学にはできないわけですね。でもちろん哲学にもできないわけですね。そして
科学というのも学問ですから哲学を幹とするその枝葉には違いないんですけども、でもその多くの哲学者が科学者を批判したように科学と哲学っていうのはまた別の守備範囲、その取り扱い範囲があるんですよ。だから、まあ、改めてその哲学の限界ということが私自身が、まあ、分かったっていうかね、だから哲学と科学とビジネスとね、それぞれあるんですよ。全部まとめて哲学的、哲学だということもできるんですけども、それはだからそのこれはまあ私独自の思考というかね、まあそういうふうにならざるを得なかったというかね、結局ビジネス、哲学という回り道をしながらビジネスを考えていかざるを得ないわけですね。でその中で芸術とは何か、アートとは何か、そして自分のアートをどうするんだって、ね、もともとだって私哲学者じゃなくてアーティストで写真家ですからね。で本来はその自分の写真作品なりアート作品なりをどうにかしなくちゃいけないんですけども、なんで YouTube やってるんで、 YouTube っていうかその儲かりもしない YouTube を始めてね、でさらにまた全然関係ないショート動画を始めてるのかっていう、そういう私自身がすごいその馬鹿げた状況にいるわけですよね。だからまあ全く私自身がね、そのまあ、前回の動画は実は他人の批判をしてしまったんですけど、他人の欠点っていうのは見えやすいんですね。で自分の欠点っていうのは見えにくいんですよ。これは聖書にも書かれていましたけども、イエス・キリストの言葉として記されていますけども、だからまあ、私は私で全く愚か者でバカ者なんですね、はい。というわけでありました。